ちは。北村の直です。今週日曜日17日にまたビーチクリーン予定しています。場所は瀬名葉と長浜ビーチ近辺に13時頃スタートしたいと思います。一応どなたでも参加歓迎しますが、特に長浜瀬名葉に住んでらっしゃる方、ご協力してほしいと願います。北風で、冬の北風で結構ゴミが流れてきます。なので、まあ、綺麗な海をですね、皆さんで今後のためにも守っていきたいと思います。今日ですね、一応2時間で1人でこんだけゴミが取れたんですけど、まだまだ全然手が追いつかない状態です。まあコロナの時期もあって大変だと思いますが、ソーシャルディスタンスしながらみんなでいい島作り、綺麗な海をみんなで助け合いながら作っていきましょう。よろしくお願いします。